1番、3番、4番、ダッシュ、5番、2番、6番、体型。スタートを切りました。インからトップスタートを決めていきました。1号艇、元吉マサジ、いいスタートを決めました。さあ、そのまま先手の前になるか、握っていった4号艇の渡辺ですが、1号艇、そのうちからコンパクトを指す3号艇、松山、逃げ差し争い、スタートは前提正常でした。3号艇、松山の差しが届いています。3号艇、1号艇、トップ並走。その外にいる4号艇、渡辺もまだまだトップ圏内。その後ろは6番、5番、2番追走となっています。2マークは3号艇の松山から1号艇元吉ですが追走まで、そして3番手は4号艇の渡辺がリード。後方でアクシデントが発生いたしました。6号艇にアクシデント、転覆失格となっております。中谷向田福島、西岡水野、チルトサンドの大広です。タイミングを測りながら進入してまいりました。進入固定スタートしました。6号艇、おっとこれは厳しい。1番4番はいいタイミングですが、さあバックへ次々抜けていくが1号艇ブロック、残念ながらスタート問題があります。お知らせいたします。6号艇の大広崎選手フライング、6に関する投票権はすべて返還されます。3番、4番、5番、6番です。スタートしました。あっとこれは多数のフライング艇、風が急に止んだ、これが影響したかもしれません。バックへ入りました。お手持ちの投票券どうぞどうぞ、絶対に押してならないようにお願いいたします。お知らせいたします。スローの3艇がなんとフライングというアクシデント。1号艇の広中、2号艇村上、3号艇の西村、3艇がフライング。1と2と3に関する投票権すべて返還されます。ご注意ください。なお成立しない掛け式もございますのでご注意ください。アウト。1番、2番、3番ダッシュは4番、5番、6番です。スタートしました。2コース2号艇が3コース3号艇富永、インから1号艇宮野、好スタート。逃げる1号艇宮野、2号艇大川、刺した3号艇富永、まくるか、まくいざさん6号艇長野、内側から4号艇加藤が続く。逃げる1号艇宮野陣、内側から2号艇大川の閉鎖機はかからないか。3番手から4号艇加藤が続く。外から3号艇富永4番手、スタートは正常です。2マーク1号艇宮野振り切って先頭、2番手2号艇が3番先丸、4号艇加藤握ったのは3号艇富永、3番手現在4号艇加藤一定車リード、内に切り替える3号艇富永4番手から食らいつきます。1マーク1号艇宮野、2号艇大川がクリア、3番手の内側から3号艇富永先丸、4号艇加藤相当いきます。握っていく4号艇加藤、内側から3号艇富永迫ってきます。3番手争い、今度は内側から3号艇富永取れるか、安定心一定心リード、アウト4番手4号艇加藤が続きます。ラニターマーク1号艇宮野、2号艇大賀クリア、3番手は3号艇富永先まってちょっと流れた、おっと振り込んだ4号艇加藤がアクセント落水です。3番手は3号艇富永1-2-3、レースは5艇が最終周回です。なお2周2マークでは4号艇加藤が落水のため失格です。1番、5番、2番、3番、4番、6番です。スタートしました。1号艇の永田のスタートは早いスタートとなりました。ただいまのスタート審議中です。ただいまのスタート審議中となっています。お手持ちの投票券お捨てにならないように大切にお持ちください。現在先頭1号艇永田なんですが、このレーススタート審議中となっています。お知らせいたします。1号艇の永田修司フライング返還欠場です。1の組に関する投票権がすべて返還となります。お手持ちの投票権はお捨てにならないように大切にお持ちください。1番、2番、ダッシュ、3番、4番、5番、6番、第8レース予選競争1秒前指しました。そして中へこみです。まずはうちの船へいいスタートか、1番の新田、
3コースから3番の渡辺英一が全速まくってくる、刺してくるのが2番、さらに4番です。さあここはまずは3手並びそう、内枠3手、内から2番1番3番ぴったり横一線並びました。突破争いこれにもう1手、最内から4番の飯山も絡んでくるか、後続5番6番もほぼ並んでいます。スタートは正常でした。大胆な繰り返し、2番3番そこを空いたところ、内を1番の新田、外全速で3番の渡辺、まだここは競り合いが続いています。トップ争いは1番の新田が打ち、その外3番渡辺、さらに少し斜め後方2番の小川もチャンスを伺う。2周1マーク、1番新田芳美がここでうまく折り返しました。離されたのが3番渡辺英二、2番手これを追って2番の小川亮太郎が内寄りから伸びてくるか。上位3艇は1番3番2番後続5番4番最後6番の順、まもなく2周大胆マークです。1番新田芳美、これでシリーズ初勝利になるか。そして2番手3番の渡辺英二が続いて、3番手2番の小川亮太郎、おっと後方でアクシデントです。上位3艇は1番3番2番、その後は4番6番5人の構想となっています。5号艇の田中選手がアクシデント転覆のようです。5号艇の田中選手失格となりました。1番、2番、3番、4番、6番、5番です。スタートしました。あまりそのないスリット体型、わずかに1号艇がへこんでしまっています。一処置マーク、伸び返せるか1号艇落ち、そしてまくり出しに変えた3号艇の長井、刺してきた2号艇、6号艇でバック側に入ったところ、差し抜けた先頭は2号艇伊藤誠司、ぐんぐんとリードを取って2艇身から3艇身、6号艇の北川が2番手追走。なおスタートは正常でした。一手止まっている手があります。2マークトップで2号艇、握り込んでいった6号艇、3号艇の前を塞がってくるっと4号艇、1号艇と運んできています。先頭は2号艇伊藤、ぐんぐんとリードを広げて2番手は6号艇北川です。その後は1番3番がぴたりとくっついています。お知らせいたします。5号艇小宮亮がですが、一周の1マーク手前でアクシデント失格となってしまっています。4番、5番、6番の並び、スタートしました。サンライズ Z 線の第5レース、1番、3番、そして4番が若干スタート、1マーク逃げる1号艇の北山、まくった3号艇の岡本、向こう正面は1号艇の北山康介、一歩へ先を出す、アウト判定審査、3号艇の岡本慎二がぴったりマーク。スタートは前提正常でした。1番3番この2人の突破争いから2マーク、1号艇の北山康介が回って3号艇の岡本殺しを狙ってホーム側、先頭は先前振り切った1号艇北山、3号艇岡本2番手、その後ろ3番手は6号艇の橋本、両サイド5番と4番が追走しています。1マーク先頭1号艇の北山が抜けます。2番手に3号艇の岡本、3番手6号艇の橋本が待って、外来た5号艇の藤原が並びました。6号艇の橋本、アウトから並ぶ5号艇の藤原、この2人の3番手競り合いで2周2マークの攻防戦です。さあ焦点は3番手6号艇の橋本が回るところ、ここも外を5号艇の藤原とホーム直線コース、3番手は6号艇の橋本と清水、5号艇の藤原貴人、この2人並走、レースは最終周回です。先頭は1号艇北山、そして2番手は3号艇岡本、最後のバックへと抜けます。さあ3番手の争い、おっと5番ちょっともたついてしまった、6号艇の橋本が3番手をリードで上位3艇1番3番6番です。なおこのカード5番が現在アクシデント発生となっています。最終コーナー、先頭1号艇北山康介、2番手は3号艇岡本慎二、3番手は6号艇橋本と清水、なお5番は転覆失格となりました。1番、2番、3番、4番、5番、6番の並び、スタートしました。1番、2番、さらに5番、6番も除いたスタートから出ていきます。1幕の攻防へ、逃げる1号艇の風原、4号艇の柳瀬がまくり出し、打ち刺して2号艇川崎、続いて3番、6番、バック側1号艇の風原の内には2番、4番が積み寄っています。スタートは前提正常でした。直線コースで一歩かわしていく1号艇の風原、追いかける2号艇川崎に4号艇柳瀬、内側からは3号艇末永、2幕トップで1号艇の風原、続いて2号艇4号艇、逃げ合って内側
後で一定案内シーンとなりました。先頭は1号艇の数原です。なお2マーク付近で2番の川崎は転覆のため失格となっています。1番、2番、3番、6番、4番、5番の並びスタートしました。4号艇がトップタイミングとなっています。その後は1番、2番、内の艇も出ていって1マークの旋回へ。逃げる1号艇中野、まくる2号艇の高木、続いて刺した3号艇の枯れた、まくり出しは4号艇相馬。その後ろでは一手危ないシーン、先頭は3号艇の金田智弘です。なおスタートは前提正常でした。先頭3号艇の金田智弘で1マーク付近では1点アクシデントとなっています。なお4号艇の相馬翔は妨害のため失格、4番は妨害のため失格。1マーク付近では1号艇中野が落水のため失格となっています。そして2マークでもアクシデント、2号艇の高木が転覆のため失格となりました。オートレースクラスのルーキーシリーズ第12戦スカパー JLC 杯、いよいよ準優勝戦もラストカード、第12レースのメンバーを迎えました。なおこの準優勝戦第12レース4号艇で出走予定でした中野喜一選手は前半レースで負傷のため欠場いたします。